どうもこんにちは、しもべーす、しゅんりーです。今日は本屋さんに行ったらなんとこちら、幼稚園8月号増刊ダイノスターズティラノ号限定アニアの付録がついてるの見つけたんでゲットしてきました。表紙にドドンと載ってるこの白色の恐竜なんですが、福井県立恐竜博物館限定のアニアが特別付録にということで、まあ、僕のチャンネルでは結構ね何回も紹介してます。こちらホワイトアニアティラノサウルスレックス、これが付録についてるっていう、めちゃめちゃテンションの上がる、一冊になってて、まずお値段の方はね、税込み、1690円となってますね。まあアニアのフィギュアがついてるんでね、そこそこ高いで、もうこれダイノスターズっていうもう名前なんで、もう恐竜好きのための、本になってそうな、まあそんな感じですね。付録1はこのホワイトアニアで、付録になんと福井県立恐竜博物館で完全取り下ろしの大の DVD なんと約40分と、マジか。お話ギガントサウルスにアニア、あとパウパトロールの内容なんかも入ってるのかもしれませんね。で、付録さんまだあるよ。福井恐竜丸ごとガイドブックっていうのが入ってるようですね。いやーこれはね、これからこう夏休みね、福井県立恐竜博物館行かれる方もいらっしゃると思うんで、なんか参考になるようなこととかもね書いてたりするかもしれませんね。では早速こちら、ダイノスターズティラノ号の、恐竜フィギュアの方ね見ようと思うんですが、チャンネル登録がまだの方は登録よろしければ高評価もお願いします。付録のフィギュアがこちら、おー、箱がめちゃめちゃかっこいい。幼稚園2024年8月号増刊ダイノスターズ付録と書いてて、いやーめっちゃいいやんこれ。でアニアって書いててね、ダイノスターズのこのロゴもある。で横はねこんな感じですね。で箱上には、フィギュアの稼働するところがしっかりと書いてあってですね、まあ、それぐらいかな、まあ、下はもう同じですね。はい、なんでこれこんなに箱横長なんだろう。通常のアニアの、ね、箱これぐらいのサイズなんだけど、めちゃめちゃ長くなってる。まあ、幅はそんなにないけどね。はい、まあ、こんな感じのサイズ感となってますね。限定アニアのフィギュア見る前にですね、まずこちらの本なんですが、ページ数は34ページで、恐竜の情報が少し書いてる。あと、ギガントサウルスにパウパトロールのダイノレスキューのシリーズですよね。あの、恐竜、パウパトの恐竜が出てくるシリーズが、ちょっとこう、載っててですね。ページ数が34ページと少ないから、本当にね、もう一気読みできるような、まあ、そんな感じで。あとね、恐竜の本当しっかりとした情報としては、まあもうこの前半のもうちょっとかなっていう。あとはちょっとこうアニメのね、あの可愛らしい感じのがこう載ってたりするっていう。そう、そんな内容になってましたね。で、付録なんだけど、これが DVD。ごめんなさい。僕これ中ね、ちょっと確認してないんでわかんないんだけど、はい。まあ、このキャラ、パウパトニー、ギガントサウルス、アニアの、アニアキングダムのね、お話なんかも出てくるということで、僕の視聴者の方が、割と好きな内容、なんか僕のチャンネルでも人気のパウパトですし、あとギガントサウルスも、レビューしてます。アニアキングダムもね、レビューしてるんで、もう全部こう入ったような DVD になってて、あと、福井県立恐竜博物館の、映像なんかも、入ってそうなんでね、これ。すごい、これがやっぱ一番楽しみじゃないですか。付録福井恐竜丸ごとガイドブック、ページ数が15ページあって、まあ、小さいこう本のような感じになってるんだけど、中にはですね、福井県立恐竜博物館の恐竜、このねティラノサウルスのロボットがドドーンとこうね乗ってたり、あと他の恐竜なんかも乗ってるんで、夏休みね、博物館行かれる方は、もうこれもね、ちょっと一緒に持って行って、こう見ながら、こう博物館を回ると、またちょっとこう楽しさが変わるかもしれませんね。では早速ですね、こちら、アニアのフィギュアを見ていきましょう。まあ、多分ね、福井県立恐竜博物館で売ってるあの白いティラノサウルスと、もう形とかはね、変わってないとは思うんですよ。ただこの横長の箱っていうのがねめっちゃ気になるよね。
さあ、なるほど、こんな感じで入ってるんだ。はい、こんな感じでアニヤのフィギュア入ってました。アニヤのフィギュア取り出します。おお、これ説明書きダイノスターズ付録ってちゃんと書いてる。なんかこう、うん、ただこうやって名前書いているだけなんだけど、なんか嬉しい。で、フィギュアの方ですね、ちょっと足の角度を変えまして、大人気大型の肉食恐竜ティラノサウルスレックスの、フィギュアホワイトバージョンということで、全長が約15センチ。もう体はね、これね、真っ白なんすよ。で、福井県立恐竜博物館に行かれた方はね、ご存知だと思うんですが、博物館に行くちょっとね、前に、この大きな、白いティラノサウルスのオブジェがね、飾ってるんだけど、僕のチャンネルでもね、何回もご紹介してるんですが、まあ、こんな感じの大きいね、ティラノサウルス。で、アニヤのね、このティラノサウルスとは、ちょっと形はね、違う気はするんだけど、なんかね、オブジェの方はなんか可愛いよね、ちょっとね、見た目ね。この大きいね、ティラノサウルスだけじゃなくて、福井県ね、なんかあっちゃこっちゃにね、もう恐竜がいっぱい展示されてんすよ。うん、だから、博物館だけじゃなくて、いろんなところに飾られてる恐竜を、こうね、探して写真とかに収めて、こう観光したりすると、さらにこう楽しめるんじゃないかなと思います。ちょっと僕はね、やったことないんだけど、大体博物館でもう一日いてるね。もうずっといてる。通常のアニヤティラノサウルスレックスとね、並べて見比べると、サイズ、形、これ全く同じで、色がついてないんで、前にね、僕、スパイダーマンレックスとか、あと、真っ黒の艶消しのティラノサウルスレックスなんかね、作ったことがあるんだけど、まだ動画見てないという方はよかったら見ていただけたらなと思うんですが、まあ、自分で色塗ってね、これ楽しむこともできます。できるけど、ちょっと正直、もったいないのはもったいない。ただ、こう、色を塗って、こう、楽しむのには、もう白なんで、色が乗りやすいからね。うん。すぐ、もう簡単にすぐにはこう遊べるとは思うんで、はい。またこうね、オリジナルカラーのティラノサウルスを作ってみたい方はぜひね、やってみてはいかがでしょうかね。こちら、福井県立恐竜博物館で買ってきました、ホワイトアニヤティラノサウルスレックス。今回のフィギュアと同じこれ白カラーバージョンとなってて、はい。並べて見比べるとですね、同じです。今回の付録と、はい、もう限定アニヤもね、全く同じなんで、これも限定品っていうことになりますよね、本当にね。すごい、かっこいい。ちなみに、福井県立恐竜博物館といえば、こちら、ティラノサウルスレックスロボットっていう、この限定アニヤも売ってるんだけど、これはね、博物館の、こう、真ん中にドドーンとこう展示されてる恐竜のロボットのこのフィギュアになってて、せっかくなんでご紹介しますね。はい、こちら、黄色に青黒カラーのこう柄が入ったティラノサウルスレックス。形はね、今回の付録ホワイトアニヤティラノサウルスレックスの恐竜とね、全く同じで、もう色が違うだけなんですが、展示されてるロボットカラーということで。はい、もうこれお土産にね、最高にいいっすね。またかっこいいよね、この色がね。で、あと、このカラーの恐竜、小さい恐竜が後ろに乗ってるトミカの車両も最近出て、それがね、すごい人気で、台数制限ね、僕が行った時はかかってたんだけど、今かかってるかわかんない。では、メルカリとかだとね、結構ね、値段上がってたりしましたね。プレ値がついてましたね。はい。で、フィギュアの方はですね、足、尻尾、口が開閉するようになってますね。まあ、こんな感じとなってて、博物館に飾られてる実際の大きいね、ティラノサウルスとこのフィギュアね、こう並べてね、こう写真撮るとかっこよく、写真撮れると思うんで、皆さんぜひちょっとね、やってみてくださいね、行かれる方は。付録のフィギュアじっくり見ていきます。色はですね、もう真っ白。はい。綺麗な白です。で、後ろから見るとこんな感じですね。尻尾が稼働するようになってて、一箇所、二箇所、まあ、ここが動くようになってますね。で、肌はですね、ザラついた肌になってて、まあ、こんな感じですね。
これね、色塗るとね、このちょっとこう溝になってるじゃないですか、肌ザラついてるんで、そう溝の部分に色が入ってちょっとね、濃い、そう濃い感じになったりしてね、めちゃかっこよく色乗るんすよ。はい、であとちゃんとこうね、皮のたるんだ造形とか、うん、この辺よくできてる。ただやっぱね、白なんで分かりにくいんすよね。色があるとこのね、たるみとかね、結構分かりやすいんだけど、そう真っ白なんでね、ちょっと分かりにくいですよね。はい、で後ろ足こう筋が入ってて、はい、ムキムキのね足になってますね。まあ、ティラノサウルスはね、全長12メートルほどと言われてますんで、もう体も大きい、それを支える足、やっぱムキムキっすよね。で爪の部分とかもこう白だから、まあ、このこれぐらいだったら自分で簡単にこう黒とかでね塗れそうなんで、チャレンジしてみるのもいいかもしんないですね。はい、反対側の足はこんな感じとなってて、で、お腹部分ですよね、ここがねぷくっと膨れててめっちゃ可愛い。で、ティラノサウルスの特徴的なこの前足ね、短いんですよね、めっちゃ短い。で2本の指になってます。はい、まあ、こんな感じで、頭、はい、眉のところがボコッとこう膨れ上がってて、ちゃんとね目の形とかもあります。ただ細かい塗装はねされてないんすよね。だから、まあ、自分でこうねペイントできる方でしたら、まあ、この部分も簡単だよね。アニアのフィギュアを、まあ、参考にしてなんか色塗ってもいいですよね。で口が開閉するようになってて、当然口の中ももう白ですね。うん、なんかあの赤くなってたりしてないですね。ただこの口の中に色を塗るのは相当難しいと思うから、失敗しやすいと思うんですよ。だからちょっとね、うん、チャレンジはしない方がいいかもしれませんね。で、あ、そうだそうだ、足、後ろ足こうね稼働するようになってましたね。こんな感じとなってます。でお腹は下ですね、下のお腹部分ねポコッとこう膨れてますね。はい、まあ、こんな感じの白いティラノサウルス、かっこいい。で、前にね僕色塗ったのがあるんでね、ホワイトアニアで塗ったんじゃないんでちょっとあんま参考にならないんだけど、こちら黒のティラノサウルスレックスで、これねただの黒ではないですよ。あの黒色無双っていう特殊な塗料を使って色塗ったんすよ。で、あの黒の中の 黒みたいな、もうほんとね真っ黒で、あの車屋さんがあの YouTube の動画でね、ポルシェをこうねこの塗料を使って色塗ってるのあるんだけど、それがめちゃめちゃ話題になって、でその塗料を使って、アニアのフィギュアを塗ったのがこれなんすよね。はい、で本当にね黒いんすよ。アニアでも黒いティラノサウルスいてるんだけど、まあこれ若干ね、まあ、白かかってるっていうのもあるんだけど、はい、まあこんな感じで、まあ、全然違うんすよね。めっちゃ深みのあるね黒になってて、なんか、うん、暗闇の中に潜んでるねティラノサウルスのシルエットのような、そんな感じになってるとこれは面白かったんすよ。ただこれホワイトアニアで色塗ってないんでね、ちょっと参考にならないですよね。僕のお気に入りのスパイダーレックス、これはホワイトアニアティラノサウルスレックスがベースでね、色塗ったやつだと思います。はい、もうあの名前のままスパイダーマンカラーの、ティラノサウルスレックスを、ちょっと完成させようと思ってエアーブラシで色塗ったんですが、これ綺麗にね塗れた、結構ね自分の中では満足してる。はい、まあ、こんな感じで背中にこう雲のねこうロゴを入れて、この大きいフィギュアね、以前ご紹介したんで、まあ、それをベースにねちょっとこう塗ってみたんですよ。で目の周りもねちょっとこう黒くしてスパイダーマンっぽくちょっとしてますね。ただねやっぱりね口の中、歯とかねこう白くしたらいいと思うんだけど、いやなんかね塗ったら失敗しそうでやってませんちょっと、せっかくいい感じになったから危ないことはしないと、はい、もう、いい感じのところで留めてますね。まあこんな感じでね、ホワイトアニアティラノサウルスレックスね、まあ色塗って楽しむこともできるんで、まあこのままでもね十分いいんですけどね、まあ限定アニアと同じ白なんでね、置いとくとかなり貴重だと思いますね。こちら本屋さんで見つけたダイノスターズティラノ号の限定アニアの、ホワイトアニアティラノサウルスレックス、福井県立恐竜博物館で売ってる白いティラノサウルスと、全くねもう形色、同じでしたね。
だから福井県立恐竜博物館の限定アニアを持ってる方でしたら、まあ、形はね同じだから、まあいらないのかなって思えちゃうんだけど、箱がね横長で、はい、ちょっとこの限定感が出た箱になってるから、まあアニアコレクターの方はね多分欲しくなると思うんで、はい、よかったらぜひね参考にしてもらえたらなと思います。夏は恐竜のイベントに、あと新しいね今回のようなちょっと変わった恐竜商品なんかもね出たりするんで、どんどんご紹介していこうと思いますんで、チャンネル登録がまだの方は登録にベルマークのチェックの方もねよろしくお願いします。また皆さんの大好きな恐竜よかったらぜひコメント欄に書いて教えてください。では次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。